undefeated Floyd Mayweather, money team with it. Anytime I'm counting green, to kill your self-esteem with it. さあ本日は LJL2020 サマースプリットプレーオフラウンド2マッチ2の模様をお送りしております。現在2試合行われ1対1の状況になっております。さあそれでは先ほどのゲームのブレイクダウンから確認していきたいと思います。さあゲーム2クレストゲーミングアクトが勝利を収めた試合のブレイクダウンとなっておりますが、10分以降から一気にというような感じですね。ゴールドグラフ、そうですね、特にダメージのバランスといってもアリア選手圧倒的でしたね。 DPM1000 ですかちょっともう増位はダメなんじゃないかなと。そうなってきますね。これダメージシェアで言っても 35% 以上出てそうですよね。40近そうですけどね。となるとやはりルブランも似たような、パフォーマンスを発揮できるチャンピオンですから、 DFM としてはルブラン増位はバンしておかないとってなってきてそうですよね。FM としてもそのフロントラインのない構成、少し難しい構成かなというような話はしてましたが、まあ、あとはそのフロントラインがないことによってグレンデル選手のフック対象というのがある意味で誰を、引っ張ってもいいと、さらにあの精度じゃないですか。いやー、出ましたね。ちょっと刺さりすぎましたね今回は。はい、で次のゲームという話であれば、やはりクレストゲーミングレッドサイドであってもケイトリンを開けれるというのは今のメタでは非常に大きなアドバンテージになると思います。なので、まあ、レッドを選んで、アリア選手に練習動機を取れるチャンピオンを渡すと、でミッドから、まあ、自分たちが広げたい、基本的にはガンゴ選手のいるポストレーンですかね、の方に有利を広げられるような動きを繰り返すっていうのが、まあ、CGA としては狙っていきたいバンピックの形になってくるかなと思いますね。なるほど。さあそれでは先ほどのゲームのジャングルプロキシミティ、こちら見ていきましょう。ジャングラーがどのレーンに寄り添っていた時間が多いのか割合で示したものです。基本的には両サイド、まずはボットを狙った展開から、そこからやはりミッドの主導権って大事だねということで、最終的にはミッドにかなり寄ってるんですが、これ多分15分前後の段階、2個目のドラゴンのあたりですかね。で DFM がもうちょっと差がついちゃってドラゴン戦やっても勝てないからということでトップに切り替えたようなパーセントグラフになってるんですよね。でこれやはり大きかったのが、1ゲーム目のようにFM はトップサイドでゲームを作るよ、 CG はボットサイドでゲームを作るよっていうと、やっぱり作戦遂行能力 DFM の方がどうしても高いので、狙いが分かれてしまうと DFM 有利になってしまうというのを、2ゲーム目では相手にケイトリンを取らせることによって両チームがボットを主体としたゲームメイクをするところに引き込めたというのが大きかったかなと思いますね。あとはその全体の数値を足したとしても、あのジャングラーがレーンに寄り添う時間っていうのはこのゲーム増えてましたね。そうですね、確かに、1ゲーム目と比べてもかなり増えてましたね。やはりこうキルがかなり多発した試合だったからというのもあるんでしょうが、さあそしてドラフトですが、レッドサイド選択にどうやらしたようですね CGA。 まあ先ほどのゲームのバンピック手応えもちろんあったでしょうからね。さあそれではデトネーションフォーカスにブルーサイドでドラフト見ていきたいと思います。こちら画面中央ゲーム2のバンピックです。ルブランハイマー変わりませんね。この後 FM としてはあとゾーイとおそらくケイトももう消してしまった方がいいんじゃないかなと思いますね。ガンゴ選手を渡すわけには当然いかないですし、とはいえボットサイドゲームよりトップサイドゲームになってくるのかなと思いますが、おお、そうですね、瀬戸もダメだと。ただ自分たちが取るという選択肢もありましたよね。そうなんですよね。そうですね、 CGA としては特にスティール選手にボリューを渡しての序盤ゲームメイクというのは一番避けたい展開、さらにエビ選手が取ってのトップサイドでの主導権というのもかなり面倒くさいので、なるほど。こうなるとケイトリンと瀬戸を天秤にかけられるのを嫌うために瀬戸早めにバーンしましたかね。まあ、CG としてはそれでもケイトを開けてもいいような気がしますけどね。さあデトラショーカスに増位ではなくツイステッドフェイトを継続してバン、そして最後はレネクトンをバンです。そしてもう一度ケイトリン、DFM 同じ形、もう一度勝負しに行きますか。 C
CJ どうしますこれ、ゾーイ取られる前に取っても。そうですね、ゾーイとあとまあ先ほどのゲーム感触が良かったトランドルもう一度取っておいてサードピックで陣を抑えるという流れが濃厚かなと思いますね。あとは FM どうしますか、先ほどの試合を見るとケイトラックスでなくケイトモルガナにしますか。そうですね、特に柔らかい構成になる可能性が高いのであれば相手のエンゲージに対しての対応策というのはもう一つ欲しいところですね。さあまずはトランドル、ああそしてジンを先ですか。ということはセロス選手ゾーイを抑えられたとしても何か当てるチャンピオンがあるということですね。アリア選手そうなりますね。もしくはセロス選手ゾーイは使わないだろうという読みなのか。おお、ナーのピック、そしてもう一度ニーコ、同じ形をディフェンドとしてはもう挑んでいるような形ですよね。そしてゾーイ、そうですよね、空いたのであればジャングラーをそうすると変えるということになりますか。理想で言えばやはり序盤タイプのチャンピオンがいいので、リーシン、あとは誰になるでしょうね。やはりボリビアがいない中でトランドに対してこうキンドレット1対1のカウンター取れてはいますが、その影響っていうのは先ほどミッドレーンのマッチアップに出すことはできませんでしたよね。そうですね、やはりどうしてもパワースパイクある程度遅いチャンピオンなので、まあ、変えるのであればグレイブスに変えてもう少しパワースパイク早める、もしくはリーシンで完全にゲームメイクに回るの、どちらかがいいのかなと思いますね。さあそしてお互いに影響力のあるサポートをバーンします。バード、そしてブリッツクランク、そしてモルガナ。ただこうなるとラックスはバンできないので CJ 側が取るというのも一つ面白いですけどね。まあ実際使ってますからね。お、最後はやはりナップのオンは潰してとであれば CJ がラックスを取り上げて DFM をボットサイドでラカン単体での使用今どうなんですか。正直弱いと思います。まあ、ちょっとバフはされましたけどね。まあ、やはりエンゲージチャンピオンとしてはかなり優秀なのは間違いないんですが、いやもっと尖ったのが出てきそうでしたがスレッシュにしましたね。であれば DFM としては問題なくラックスピックしそうですけどね。さあラストピックにナップのピックを残しての CG へのドラフト、デトネーションフォーカスにここからどう変えるか。先ほどの変更点としてはすでにナーを見せている点。そうですね、懸念をナーに変えてきているので、おお強気な、これレーニングのところではむしろスレッシュがカウンターになってしまいそうですよね。のでレーンをナーは出しづらい、主導権取るのであればラックス。おお、ジャーバンですか、スカーナ、はい、ここは変える必要性あると考えているようですね。のようですね。ただスカーナちょっと面白いですね。うん、オラフは理想的なピックになるかなと思いますか。時間を使いますがオラフでロックインです。そういう意味で言うと気になるのが懸念をナーにやはり変えてきたという点、集団戦ベースではなくトップレーンの主導権ベースにしたいということですかね。あとはそのドラフトの順序的にもその先出しのナーで安定を取ってジャングルのピックかなり考えた、そういう感じもしましたよね。そうですね。さあそしてお、カミール、これで先ほどのゲームよりよりダメージのバランスというのは良くなりましたね。2ゲーム目はアリア選手があれだけ育ったのでダメージもちろん問題はなかったんですが、はい、ただまあそこまで育てないのが普通と考えるとちょっとダメージが心配な中で瀬戸をカミールに変えたことによって、まあ、3D ラー、これでダメージが足りますね。エンゲージというツールでいうと互いにどうでしょうかね。まあ、やはり CGA の方が明確なエンゲージツールが多いですよね。トランドルのピラーからのジンの W、 もしくはカミールのアルティメット、場合によってはグレンデル選手のフックでもいいですし、それに対して DFM としてはまあ、少しスキルショット依存度が高いのかなと思いますね。ラックスの K もしくは2個の E ですか、まあ、スローが2個アイテムで2つ獲得できるので、まあ、そこをベースに戦っていくという意味では、まあ、悪くはないですね。さあそしてこれでケイトリンをデトネーションフォーカスに取らせることによってそのボットフォーカスの
試合にさせているんじゃないかと、そして優位を作っているんじゃないかという話ありましたが、やはり2ゲーム目と同様ジャングラー同士のセットアップの精度、あともう一つはグレネル選手、やはりフックのところどころセットアップでのフック精度というのが非常にキーになってくると思います。1点やはり大きく変わったのはキンドレットからオラフに変わっているので、より序盤が安定する戦略になってますね DFM、ここがどれだけ影響を出せるかですね。あとはオラフでいうと、やはりこう連動マッチアップよりからそのジャングルに対してのカウンタージャングルっていうところがイメージ強いですが、今回どうですか。ミッドは先ほどのゲーム同様、なかなかアリア選手に対してセロ選手主導権取れないでしょうが、ボットレーンのところでは先ほどのように最序盤でランク食らわない限り基本的には主導権取っていくので、まあ、ボットサイドでのプレッシャーで、スティール選手がボットに入ることによってよりユタポン選手、ゲン選手がアグレッシブに粘できるので、まあ、そこの相乗効果というのを狙っていきたいですね。あとはこのナーに当てたカミールっていうのはどうなんですか。ナー対カミールのマッチアップでいうと、おそらくワンコは順調に、作ることができればナップ選手が有利になってくるかなと思います。ただ最序盤のところはやはりレンジ対メレーの差があるので、最初のレーニングフェーズでの主導権はエビ選手を取っていくと思いますね。そしてジャングルの、そのまあジャングルプロキシミティ、先ほどからずっと皆さんに見せてますが、今回のゲームどうなるかですね。まあ、先ほどのゲームと比較的近いのかなと思います。まずファーストガンクのところは、ユニカ選手ボットレーン同様狙っていって、ケイトラックスのプレッシャーというのを一旦和らげると、その上でアリア選手の主導権からのサイドロームというのが非常に強いので、そこを補佐していくような動きにシフトしていくというのが、まあ、CJ の理想的な形ですね。対してスティール選手としてはミッドレーン関与で果たして取り返せるのかというのが、まあ、非常に難しいポイントで、そこにかけるのであれば、そもそも有利を取れるであろうボットレーンの主導権を確定させていく、視界を抑えた上で相手にガンクさせないようなシチュエーションを作るというのが、まあ、現実的かなと思いますね。やはりこうケイトリンを抱えているだけに、デトネーションフォーカスミーとしてはこのケイトリンの成長をまあ止めるということがあってはならないと。特に一つ目二つ目のドラゴンのうちどちらかは絶対に取らなければいけないんですよ。最初の二つを CJ 側が抑えると、三つ目四つ目 AD キャリーのパワースパイクのところで圧倒的に CJ 側が有利になってしまうので、ドラゴンソウルを止めることが非常に難しくなるんですね。なので、まあ理想は DFM が二つ最初のドラゴンを抑えること、最悪一つでもいいので、ここを CGA としては、ね、逆に狙っていきたいですよね。さあ現在ゲームの方はポーズが入っているようです。まあ、ダメージのバランスで言っても CGA 良くなったよねと、カミールがダメージイラーが加わったことで良くなったよねと言いました。デトネーションフォーカスミーはどうですか。デトネーションフォーカスミーで言っても、まあ、ケイトの3コアさえできればもうそれ1本でもいけるっていうのはちょっと言い過ぎですけど、ぐらいのキャリー性能がやはりあるので、まあ、そこにこの CC と、まあ、あと懸念からナーに変わってもやはり AOECC というところは変わらないので、まあ、ダメージは十分かなと思いますね。ただ結構そのユタポン選手の火力にかかっている部分はあると。もちろんそうですね。なるほど。さあその上でこの1対1の状況から互いにどのようなゲームを作り出すかですね。本当に1ゲーム目と2ゲーム目の内容が全く逆でしたからね。そうですね。ただそういう意味で言うと今回の3ゲーム目バンピックの流れで言うと2ゲーム目にやはり近いんですよね。このあたりちょっとやはり DFA も同じシチュエーションを望んだというのが意外でしたね。ただこう変更している部分はあるじゃないですか。そうですね。やはり特にジャングルスティール選手の使うチャンピオンのパワーサイドがより速くなったことによってケイトリンを支えることが、まあ、容易になったと、ここをどれだけ活かせるかだと思います。あとはそのジンをそのケイトリンに対して当てるピックとしてまあ用意してきたということがまあ2ゲーム目で分かったわけなんですが、実際その見ていてどうですか。まあ、やはり最序盤でガンクが決まったという点、あとはグレンディル選手のフックの精度があまりにも高すぎたという部分があるので、まあそこまでの精度で行えるのであれば当然機能はするのかなと。ただ、まあ、一度やられたことを DFM がそのままもう一度食らうというのもなかなか考えづらい中で、その DFM の対応と、あとはそのさらに上を行けるのか CGA というところがちょっと面白そうだなと思いますね。今回、まあ、ブリッツをターゲットマンさせたとも言えますが、それによって、まあ、スレッシュに変わったことによってその応用力というのは高いですけど、瞬発力というところでやはりブリッツには劣りますよね。当然そうですね。
さあ、それを踏まえてゲームどうなるのか楽しみです。さあ、では準備できたようなのでゲーム見ていきたいと思います。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。さあ、始まりました LJL2020 サマースプリットプレーオフラウンド2マッチ2ゲーム3、クレストゲーミングアクト VS デトネーションフォーカスミーの試合スタートです。さあ、グレンデル赤トリンケットに切り替えてのスタートにしましたね。これもしかすると、いや、インベイドするのかなと思いましたが、逆に相手がインベイドしてくる可能性を考えて、そのルートにワードを刺したということですね。なるほど、警戒したわけですね。さあ、こちらポーズ中に行われた退場の通知が出ておりますが、ゲーム上では問題なくプレイできております。さあ、そしてこちらプレイヤーのルーンとキーストーンです。全体的に特別変わったところはなさそうですかね。トップレーンフリートフットワーク同士になったんですね。さあ、レベル1グレンデルのフレイからのダメージトレードが行われていますが、互いにレベル2先行狙うような形。そしてジャングルのスタート位置、ここはお互いにスタート位置分かれましたね。トップレーンサイドからスティール、ボットネサイドからユニカです。スティール選手としてはフルクリア気味にしながら、まあ、有利のあるボットサイドのスカトルを狙っていくと。に対して CGA、 先ほどとは変わってボットのファーストアクションではなく、先にトップサイドのカニを抑えて、まあ、まずはバランスを取っていこうという狙いのようですね。さあ、AI のフグルウィンでは 53% CGA という結果が出ていました。CJ としては先ほど、まあ、かなり早い段階でのガンクをボットに刺してというところでした。ここは同じことはまあ繰り返してもということですかね。そうですね、さすがにもう一度決まることはないだろうというようなポイントになりそうですね。お、そしてスティールから相手のジャングルを見に行くとピンが出てますね。これでボットレーンがまあカバーに入るということは CJ できませんから、これもあってボットレーンのジャングル全て勝ったというのもありそうですかね。そうなりますね。まあ、まずはジャングル同士の差を作られずに自分たちのセットアップを行える時間を待ちたいというような狙いですね。まあ、これボットのプレッシャーというのを軽減することはできませんが、ユニカとしては順調にファームを進める時間というのを作れています。またレベル5までのところでいうと、スティール選手を使うオラフの方が圧倒的にトランドルに対して強いんですが、はい、レベル6アルティメットを獲得してからであればかなりいい勝負ができるというのもあって、そのあたりから本格的に戦闘を行っていきたいようですね。またこのタワー下の CS にもよりますが、ガンゴというタポンの間の CS 差がかなり広がってますね。トップレーンでも先にエビが動いている状況。これウェーブ押されている状況ではありますが、それでも2ウェーブ分ぐらい差ができてますね、エディキャリー同士で。相当ゾーニングされてますかね。赤トリンケットに1名切り替えてることもあって、そのブッシュにワード置いての視界っていうのはなかなか難しいですよね。そうですね、なので、まあ、有利を取っているゲン選手の方がよりブッシュのプレッシャーを使うっていうことも行ってますね。さあ、ユニカここは決まらないと見てリコールしようとしましたが、その現場をエビに抑えられ、ジャングラーの位置が CJ バレました。さあ、そして先ほどのゲームとはまた状況変わって、ミッドレーン体力のアドバンテージ大きく取っているのはセロス。コラプトポーションありはこれでなくなりましたが、セロスはまだポーション残しています。このあたりの修正の自信もあって増焼けたようですね。これミッドレーンでも主導権を取ることになると、ほぼ全レーンで DFM 側が有利を築けているので、まあ、オブジェクトの確保が非常にしやすい状況が作れているといえますよね。さあ、またしてもユニカの位置バレました。
ブラストコーンもしっかり壊してアリアは一度リコールからテレポートでレーンに戻ります。すでにタワープレートを1枚デトネーションを置かずにボットレーンで削ることもできていますから順調な立ち上がりと。これファーストリコールケイトリの理想の形としては BF ソードプラスアタックスピードアイテム何かなんですよね。これがバーサーカーまで行くと相当ファーストリコール後のレーニングというのは有利になりますね。ガンゴスキルショットを当てますがプリズムバリアでダメージ軽減されてユタポの体力ほとんど減りません。こうしたダメージトレードでアリアとしてはミッドの主導権を取り返していく必要性があるでしょう。ただしそこにスティールカバーに入っているので誘っていますかね。さあ前に出たタイミングで横からスティールが入ってくる。オロのスローは入った。スリープバブルで返してアリア、サモナースペルは温存できました。ただ今のワンプレーでかなりアリア選手のマナを使わされてしまいましたね。残りのコラプトポーションは2つありましたがそれも1つ使用して体力の回復を務めますがその間にボットレーンと合流ドラゴンに触っていくのはデトネーションフォーカスミ。このあたりの本当にオブジェクトを取るまでの組み立て DFM 非常にうまいですね。そもそも2対2のところでボットレーン主導権が取れるのでであればそのボットが押し切るタイミングでミッドガンクすることによってドラゴン周辺のレーン全てで一時的にプッシュ主導権を取ると、うん、まあ、そういう意味ではまずは一つ目のドラゴンを抑えることができているので、まあ、ケイトリンを使う上での最低限のノルマは一つクリアしたような形になりますね。この後のヘラルドをどうするでしょう。ヘラルドサップを行ってもいいとは思いますが、はい、ただこの時間帯トップの1対1でもエビ選手それなりに戦えると思うのでスティール選手ここまでのところミッドからボットにかけての、影響力を出すような動きをしていましたが一転してまあトップサイドに切り替えることによって先ほどドラゴン取ったのと同じような形でトップミッドを押してヘラルドを抑えに行くというのがまあ理想的かなと思いますね。なるほど。 CG でそれに対して何か打てる手立てはありますか。まあ、やるのであればカミールのアルティメットを使ってトップのガンクを決めることによって逆に一時的な有利を取りに行くかもしくはトップサイドでの主導権争いは諦めてボットサイドでのセットアップに切り替えるかのどちらかになりそうですね。エビが忍者旅から購入しているのでトランドルカミールで落としきりは結構難しそうな印象もありますね。さあそしてトップレーン押し込んだ後あここにゲンも加わってヘラルド開始です。ユタポンはレーンでのファームを続行しています。さあそのまま難なくヘラルドの獲得でデトネーションフォーカスミボットレーンの CS は20ついていますしファーストドラゴンファーストヘラルドも抑えたので、まあ、DFM としては一番やりたい理想的な形が今実行できていると言えますね、うん。まあ、あとはもうこのヘラルドをボットレーンにしっかりと使ってケイトリンとジンの間のゴールド差を広げていくと。おただアルティメットを覚えて以降ですかねタワー2発食らってはしまいましたがアリアが少しずつミッドの有利というのを取り始めました。おっとユーネット使った新しいスティールがすぐそのカバーに入るポップブロッサムはランタン回収でかわしています。さあここはスティールグレンデル合流しました。後ろからゲンがやってきてこれは一度フラッシュでアリア逃げる判断になります。ただユニカのピラーは手前に引き寄せられればというシーンでしたがただスリーバブルをうまく打ってフラッシュをセロスに使わせることに成功。そしてボットレーンからグレンデル合流してきてゲンをそのまま狙おうとしましたがここはうまく逃げることができました。本当に今年の春からだと思うんですがグレンデル選手のこのローミングからのアクションの精度というのがもうどん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 高くなってきてますよね。さあこのアクションでミッドレーン互いにフラッシュダウンです。そしてユニカがボットレーン一度ユタポンにノックアップを入れて手前に引き寄せつつさあカリバネットでユタポン距離外が逃げることはできた。手前に吹き寄せられた。ただしダメージは足りていない。さあそしてエビがやってきたアルティメイト2人に決めている。ヘクセクアルティメイタムで囲いはしたもののファーストブラッド獲得はユタポンだ。アリア横からダメージは出していますが足りてはいない。そしてファイナルスパークしっかり当ててゲンがさらに1キル回収。
2キル獲得デトネーションフォーカスミ。このボットテレポートのタイミングできっちりメガナイ慣れていたというのは非常に大きかったですね。さらにこれでヘラルド召喚元ファースターまで取れるでしょうから、いや取れないか。さあリプレイから見ていきましょう。うん、ここまず CJ としても非常に綺麗なセットアップの形できていたんですが、まあ、エタポン選手まず冷静でしたね。きっちりフックに対してクレンズ、そしてジンのダブルに対してはフラッシュで対応すると。あとはこれちょっとエビ選手がメガナだったというのが CJ にとっては非常に痛かったポイントですね。そのゲージの管理こそが難しいチャンピオンですが、きっちりやってのけましたね。あと今ファーストリコールでタトン選手ストームレーザーまで完成させましたね。おお、これはこれレーニングフェーズ中にこのボットレーンの主導権というのが覆ることはもうなくなりそうですね。うん、あとはスティール選手がもう一度ボットサイドでアクションを行えるタイミングできっちりと、ボットのファーストを折り切って、あとはドラゴンを確保した上でもうトップサイドゲームに切り替えていくというのが、まあ、DFM 狙っていきたいところですね。さあマウンテンドレイク残り5秒でアップします。もうトップレーナー互いにテレポートありませんが、なんとかリポールに入るような素振りを見せていますね。ただこれはエビが押し込んできたのを見てやめています。さあタワー下、いやーダメージトレードがうまい、しっかり有利を取ります。さあそしてドラゴン前の睨み合い、アリアがダメージを狙っていきますが、ゲンうまくシールドを使ってダメージを軽減できています。そしてエビがゆっくりとドラゴンに向かって降りていっている。リデンプションをアリアが打って位置を確認、さらにはダメージも与えていきます。一度ドラゴンはリセット、さらにはスカトルのコントロールは CJ が握りました。ただエビがミッドレーンプッシュしている、先に合流しているのはデトネーションフォーカスミです。ダメージ、アリアのポークの時間を稼いでいます。ゲンの体力大きく削れた状況がこれで変わるでしょうか。さあもう一度アリアがダメージを出しに行く、そのタイミングで一気にラッシュ、そのまま取り切ったのはスティール、ドラゴン獲得、前に出てユニカを捕まえてファイナルスパーからそのままゲンが落とし切って1キル回収。さらには横からアクセスしていたアリアに対してスローをかけてキルを狙いに行きますが、ここはクレンズで対応です。さあドラゴンキルの獲得デトネーションフォーカスミ。今のシーン CGA としてはダップ選手が全く寄る素振りがなかったので、はい、基本的にはこのトップのプレートでトップレーンの差を埋めつつ、まあわよくばユニカ選手がスティールを狙うという狙いでしたね。まあ、それに対して DFM2 つのドラゴンをきっちり確保している中で、ちょっとユタポン選手これだけ育つとなると3つ目のドラゴンもきっちり狙っていけそうですね。本来ケイトリンここから少し装備的にパースパイク的に弱くなってくる時間なんですが、ええ、今回はちょっと育ち方的にその時間もしかしたらないかもしれないですね。あ、もう弱い時間スキップできるんじゃないかと。で相対的にガンゴ選手の装備もかなり沈んでしまってますよね。うん、ガンゴはまあキルもアシストも取れていない、そしてタワープレートも削れていませんから個人金額かなり差ついてるでしょうね。さあそして2体目のヘラルトに向けてデトネーションフォーカスに準備を進めます。1000ゴールド差ですね、ヘイリーキャリー同士。さあそしてヘラルトとともに相手のドラゴンも相手のモンスターもコントロールしてやろうとスティールとゲンでレッドバフに入りいきます。ここユニカ対応は難しい、そのまま赤バフを奪うことに成功。タワープレートがなくなったその結果ですが、1260ゴールドデトネーションフォーカスミ、そしてクレストゲーミングアクト540ゴールド、これもトップレーンのみです。ここヘラルドも使ってボットにリソースを割いた上でのボットの4本は分かるんですが、はい、なんでミッドとトップ2つずつ取れているのかっていうのがすごいところですよね。アリアがこう寄ったタイミングでセラ選手しっかりミッドを押してたのが見えてましたね先ほど。いやそしてボット割れました。ガンゴを合流させて人数差を生かしてなんとかこのヘラルド取り切りたいと指示が動いています。このヘラルドはイタボン選手がボットレーンにいるので DFM としては捨ての判断ですね。さあこれで CGA がヘラルドを獲得です。このタイミングでのヘラルドいくつか使い道はあるんですが、まあ一つはトップ2対2にならないですね。
まあ、トップサイドでヘラルドセットアップを行ってタワーを折ることによってゴールドを埋めていくという判断、うん、もしくは次のドラゴンに合わせて使うことによって一時的にドラゴン周辺での視界の有利を取りに行く判断、2つありますね。 CGA 的にこの現状でどれに使うのが一番いいんでしょうね。今回がオーシャンソウルなので、まあ、できれば3つ目のドラゴン CJ としては抑えた上で全体の通行相手を待ちたいような状況なんですよね。なので、まあ、ヘラルドを使ってうまくドラゴンを抑えれるのであればそれ以上の、結果というのはないので、まあ、そこ狙っていきそうですよね。さあそのオーシャンドレイク1分30秒後です。ここで3つ目獲得となると非常に有利な状況でこの後の時間も迎えることができます。デトネーションフォーカスミしっかりとミニオンを削って削ってトップナウトアタワーセロスが破壊していきました。さあそしてオーシャンまで1分前というところ、スカトルはユニカを獲得することはできそうです。スティールはちょっとユタポンの守りに入ってますね。そうですね、やはり2対2のところでは DFM 側が有利を取っているのでこのミッドの主導権争いという意味では圧倒的に DFM に分がありますね。さあオーシャンドレイク30秒前、アリアは現在テレポートを持ってトップレーンサイド、エビがブラッククリーバー完成しています。ナップもトリディフォースは完成しました。セロスもグレーシャルオーグメントを発動できるアイテム2つ手に入れていますから睨み合いというのもかなり強いですよ。さあテレポートを使ってアリアミッドに合流、そこから裏を取るような立ち位置へ、そしてミッドにヘラルドを召喚。ただしユニカ体力をかなり削られました。ミニオンもあってヘラルドを押し込むことができないでしょうか。そのまま処理されます。さらにドラゴン前でのポジション、おっとこれはユタポンに入りましたがアリアは遠い位置、追撃はなりませんでした。エビの体力を、ただここでアリアが削りに行く。ただしっかりと攻撃をセロスが返してアリアの体力も削れました。そしてライドバインドからファイナルスパークを打ってユニカの体力を削っていくのはゲン、そのままドラゴンを始めているのはデトロイトショーカスミ、横からナップが入ったらしいポップロスがうまく返しているか、ただしエビが突っ込んでいって銘柄しっかりとガンゴを捉えている。ただそのまま落とし切ってそのまま反転、バックラインに飛び込んでユタポンを狙うんですが倒しきることができません。さあブルズアイアリアストップウォッチを使ってかわすことができました。ドラゴン獲得、デトネーションフォーカスミーです。これでドラゴンソウルへのリーチ、さらに次のドラゴン、おそらくユタポン選手 2.5 コアまで完成すると思うので一気に有利になりましたね。リプレイです。ここのシーン、まずアリア選手ナイスフォークから入ってCGA としてはエビ選手とあとセロス選手のアルティメットをうまくかわしてはいるんですよね。このシーン、グレンデル選手のいいプレイですね。そしてフラッシュによってうまくかわしてはいるんですが、ゲン選手がいいところでまずアリア選手を止めていると、その上でナップ選手が孤立したところをきっちりさばいていきましたね。少しもったいなかった点でいうと、やはりヘラルドを使ってのドラゴン前のポジショニングというのを行えなかったので、まあ、完全にそこ無駄になってしまったという点が惜しいポイントではありましたね。なんかこうデトネショーカスミーとしてはヘラルドを出すの待ってたよりもちょっと見えましたね。あれミッドの押し合いの主導権勝てないので、逆に一回押させてから相手のミニオンの後ろにヘラルドを出してで無理やりドラゴンの方に走っていかないとダメなんですよね。ああなるほど、それが行えなかったのでそのまま止められてしまったと。おっとここからスイーパブル、エビに当たっていますがフックはスティールに当たりましたがすぐさまラグナロク、フックショットで遠へ飛び込んでユタボを狙いに行きますがダメージを出す味方がいない。なんとかランタン回収、助けることができた。追撃のファイナルスパークはナップマークかわすことができた。ポップブロッサムセロスツーマンヒット、そのままガンゴ捕まって落とし切っていくのでどうでしょう。オーガスミグレンデル倒したスポットウォッチで耐えてはいますがここでユタボンダブルキル、セロス選手のアルティメットが完璧に入りましたね。
さあそのままミッドのアウタータワーの破壊にもつながりました。そのままなんとバロンを始めます。これは十分抑えられると思いますね。止めれるとしたらアリア選手のポークがちょっと刺さりまくる以外ないですが、言ったらユタポンドゲンでバロン裏で見てますね。エビがボディーブロック、スリープバブル当たりましたが前に出られません。エビがしっかりプレッシャーをかけます。さらにはリバーの中にいてユニカはセロスが追い出している。バロンのやるのに少し時間はかかっていますが、これで完全に CJ を追い出しました。最後横からガンゴ狙いますが、どうだ、ダブル、おー取った71スチール成功、 CJ ガンゴ嘘でしょ。あ、オラフスマイト今なかったんですね。ただ今視界ありましたか。ブルートリンケットのクールダウン今上がってますが、リプレイで確認しましょう。あ、まずそうですね、ミッドの集団戦、まあ、相手前がかりになってきたところをきっちりとユタポン選手がナプ選手を引き込むような形でさばいてますよね。でこれに対してマセロ選手をバック TP のような形、ここまで綺麗に入ってしまうとガンゴ選手としてはもう何もできないですね。ただどうやってスティールしたのかの方が正直気になりますね。あ、ここから徹底的に追い出されてですよね。まずエビ選手が非常にうまいですよね。アリア選手が前に出てこれないようにきっちりプレッシャーをかけると、このエタポン選手ケイトリンのバロンピット裏から攻撃するのもなんとなく久しぶりみたいな気がしますけどね。見えません。しかいないですよね。何も見えません。え、心眼まあ怒ってはいけないことが起こりましたね。まあ褒めるしかないですね。さあリプレイから戻ってきてスティールが CC に引っかかったところ、逆にラグナルクを使って返していこうというシーンでしたが CJ 引いています。さあただこのバロン、まあ、FM 取らせなかったという意味合いがかなり大きいと思いますが、そうですね、非常に大きいと思います。ただまあバロンバフステータスの上昇もあるのでここのドラゴンまあ、むしろもう手段性仕掛けていきたいですね。 CG へおっと視界がない中でライトバインドを振りましたがここは当たっていない。オーシャンまで16秒、これが取れればオーシャンソウルです。ライトバインドユニカに当たった。スリープバブルは届いていません。ナップが横からエンゲージを狙っています。サリが横からフォークを狙ってはいるんですが、ゲンがしっかりとバリを張りながら下がっていく。そしてドレイクに手をつけました。スクライブルームを使って視界を取った。そしてメガナーゲージが溜まってきています。残り500、さあそのまま取った。オーシャンソウル獲得だ。そのタイミングですぐさまエビ仕掛けていった。アルティメット2人に当てて体力少ない状況、ここはナップがキルを取ることに成功。さらにストップウォッチですが下に罠を置かれてナップ身動き取れません。そのままユタボンのキルになります。グレンデレドラゴン裏でなんとかタイミングを伺ってフックをポップロスの中のセロスに当てることはできましたがスキルを止めることはできない。そのままダブルキル獲得はセロス。グレンデレ残っていますがしっかりとスティールが倒してエース獲得、デトネーションフォーカスミー。今のバロンの攻防一番大きかったポイントとしてはやはりエビ選手の、ゲージ管理ですかね。あのタイミングでメガになられてしまうと CJ としては前にはまず出れないと。そして取り切った上での反転の判断、やはりしっかりしてますね DFM このあたり。リプレイです。ここ CJ としては、まあ、バロンバフもあるというところもあって本当は無理やりにでも当たっていきたいんですがメガナーにもうなるよっていう状態のプレッシャーですよね。エビ選手相手にいけなかったですね。あとユタポン選手しっかりとまあ味方を縦にしながらダメージも出し切ってますし、最終的にはこれですね、セロス選手のアルティベット、これが3人に入っていると。あとアリアフラッシュで逃げた先の物資の中になぜかユタポンの罠がありましたね。完全に策士ですね、罠師ですね、相手側なんですけどね。さあこれでまあなんといってもオーシャンソウルですよ。やはり現状最も強いと言われるソウルなので
まあ、集団戦でのパワーというのはこれでどうですかね、4割増しぐらいですかね。それに加えても3コアですよ、リタポン。おっと、いや削れない、スティールの体力は削れない。なんとか叩いてはいる、だが削れない。ただ横からナップが、あ、ポップロスを使っているセラスに対してアルティメット使いますが倒し切ることはできません。フィナーレも打ってはいますが、デトネーションフォーカスにむしろ前に出てくる。これ一瞬でもブレイクすると体力がフルまで回復してしまうと。はい、セロス狙われていましたが体力8割から9割まで戻っています。さあ分身を出しながらバロン50秒前、ただその前にシージョンを狙いに行きます。アリアのスリープバブルが当たっていますが、どうだ、フック、おっと、これセロスに入った。グレンダルナイスフックからキルを狙いたいんですが、分身さらには透明を使ってうまく逃げた。セロスキルに届きません。さあそしてメガナーになったエビがタワー裏ガンゴにプレッシャーをかけにくる。これでミニナーには戻った。ただそのタイミングで全員がタワーダイブをしてくる状況。グレンデルが捕まって逃げられません。ユータポンなんとゴッドライク。アリアが戻ってきてダメージを出そうとはしていますが、そこはもうすでにタワーが割れた後、そして相手が前に出た瞬間にラグナルを使ってユニカを狙いに行く。いいダメージが出ているのはゲン。アリアもここでマナがなくなります。さあバロン前にトップレーンのインナータワーまで破壊に成功しました。デトロン消化する。おっと、いやー容易に森に入ってはならない。3コアできたケイトリンの火力本当に脅威ですね。森の中でライフルを構えたカリウドが待っていました。1キル獲得ユタポン、そのままバロンに触ります。さあそしてジャングラーがいない、この状況フックショットを使ってエビに対して飛び込んでいきましたが、そのタイミングはしっかりとライトバインドを当ててゲン。そのままガーディアンジャーを落とし切りました。前に出てきたアリアに対しても冷静にユタポン対応。そしてメガナーになったエビがアリアの戻り先捕まえてからのセロスのポッププロスタム、ダブルキル獲得ユタポン。ガンゴにグレイシャルオーグメントのスローが入って逃げられない。そのままセロスアンストッパブルコールです。さあそしてバロンに戻ってしっかり刈り取り、27分バロン獲得デトネーションフォーカスミー。まだリポップまで30秒あるので、このままインヒビター狙いに行きますね。さあなんとエビ以外のメンバーノーデッドです。デトネーションフォーカスミ、このままエンドゲームを見据えています。アリア15秒、ガンゴ17秒デスタイマーです。ライトバインドを当ててランタン回収間に合いはしましたが、その間にネクサスタワーが持ちません。スタートはネクサスのみ。相手を最後まで倒しきる判断をしていますが、もうあとはネクサスを削るだけ。さあこのゲーム3勝利したのはデトネーションフォーカスミとなりました。いや2ゲーム目と、まあ、かなり近い、ゲーム展開を DFM としては再現した上で、要所、まあ、特にスティール選手のチャンピオンというのを修正してきて、これだけのパフォーマンス出せるというのは、まあ、素直に驚きましたね。ドラフト的にもなんか CGA が望んだような形作れたんじゃないかみたいな話をしてましたもんね。ここで、あ、最後の集団戦ですか。リプレイから見ていきましょうか。やはりオーシャンソウルがある中でエクセキューショナーのような重傷アイテムもまだ持っていないので、一息で落とし切らないと、まあ、ただスキルを消費させられただけにやっぱなってしまうんですよね。ミニナー状態でエビ選手ここ入っていくのがすごいですよね。あ、なんか殴りながら回復してますね。プラス60プラス60って見えますけど、まあ、やはりオーシャンソウル、オーシャンだけはもうとにかく取らせちゃダメですね。このゲーム序盤のところでまずしっかり主導権を取って、あと一番驚いたのは同じマッチアップにもかかわらずセロス選手がアリア選手に対して主導権取ってたんですよね、うん、ロストチャプターができたあたりからはさすがに、ゾーイ側が主導権取ったものの、そこまでしっかりと支え続けたというのも面白かったですね。ここ本当にチャンピオン変わってないですからね。だからこその、あのドラフトですよね。先に2個を出してゾーイ開けられた状態でも、まあ、そのまま当てられても問題ないという判断、
まあ、このあたりもしかするとスティール選手がオラフになったというのもちょっとあるかもしれないですね。ガンクプレッシャーが多少なりとも出てくると思うので、さあこれで2対1の状況になりましたね。さらに次が次 CJ 側がそうですね、FM ですね次は。あ、 FM 側ですか、はい、この試合は、レッドサイドを CGA が選択しましたから、ね、一気に CGA としては苦しい状況に追い込まれましたね。さあそして今回もドラゴンを抑えかなりこう勝つときはどちらかが一方的に勝つというような状況が続いているちょっと面白いビューファイブになっていますが、続いてのゲーム4どうなるのか楽しみにしていきたいと思います。それでは続いての試合までインターバルです。これ互いにフラッシュダウンです。そしてユニカがボットレーン非常にタボにノックアップを入れて手前に引き寄せつつ、さあカリバネットでビタボン距離外が逃げることができた。手前に引き寄せられた。ただしダメージは足りていない。さあそしてエビがやってきた。アルティメイト2人に決めている。適正化アルティメイトで囲いはしたもののファーストブラッドカットがユータボンだ。アリア横からダメージは出していますが足りてはいない。そしてファイナルスパークしっかり当ててゲンがさらに1キル回収。攻撃をセロスが返してアリアの体力も削れました。そしてライドバインドからファイナルスパークを打ってユニカの体力を削っていくのはゲン。そのままドラゴンを始めているのはデトロン消化済み。横からナップが出しポップロスがうまく返しているか。ただしエビが突っ込んでいってメガナしっかりとガンゴを捉えている。ただそのまま落としきってそのまま反転バックラインに飛び込んでユタポンを狙うんですが倒しきることができません。それが行えなかったのでそのまま止められてしまったと。おっと横からスイーパブルエビに当たっていますがフックはに当たりましたがすぐさまラグナロクフックショットで後衛飛び込んでユタボンを狙いに行きますがダメージを出す味方がいない。なんとかランタン回収助けることができた。追撃のファイナルスパークはナップマークかわすことができた。ポップブロッサムセロスツーマンヒットそのままガンゴ捕まって落としきっていくのはデトネーションオーガスミ。グレンデル倒したスポットウォッチで耐えてはいますがここでユタボンダブルキル。最後横からガンゴ狙いますがどうだダブル取った71スチール成功。シジエガンゴドレイクに手をつけました。スクライブルームを使って視界を取った。そしてメガナーゲージが溜まってきています。残り500さあそのまま取ったオーシャンソウル獲得だ。そのタイミングですぐさまエビ仕掛けていった。アルティメット2人に当てて体力少ない状況。ここはナップがキルを取ることに成功。さらにストップウォッチですが下に罠を置かれてナップ身動き取れません。そのままユタボンのキルになります。グレンデルドラゴン裏でなんとかタイミングを伺ってフックをポップロスの中のセロスに当てることはできましたがスキルを止めることはできない。そのままダブルキル獲得はセロス。グレンデル残っていますがしっかりとスティールが倒してエース獲得デトネーションフォーカスミ。さあそしてジャングラーがいないこの状況フックショットを使ってエビに対して飛び込んでいきましたがそのタイミングしっかりとライトバインドを当ててゲン。そのままガーディアンジャーを落とし切りました。前に出てきたアリアに対しても冷静にユタボン対応。そしてメガナーになったエビがアリアの戻り先捕まえてからのセロスのポッププロスタムダブルキル獲得ユタボン。ガンゴにグレイシャルオグメントのスローが入って逃げられない。そのままセロスアンストッパブルコールです。さあそしてこのままエンドゲームを見据えています。アリア15秒、ガンゴ17秒デスタイマーです。ナイトバインドを当ててランタン回収間に合いはしましたがその間にネクサスタワーが持ちません。スタートはネクサスのみ。相手を最後まで倒しきる判断をしていますがもうあとはネクサスを削るだけ。さあこのゲーム3勝利したのはデトネーションフォーカスミとなりました。